皆さんこんにちは。今回は私がよく滑りに行くウッスリゾートを滑ってきましたので、その様子をお届けしたいと思います。ウッスリゾートは11月30日現在、ウエスト側2コース、イゾラ側2コースの合計4コースをオープンしています。そして現在私はイゾラカフェテリア、スティーブボートへ向かう送迎バスに乗っています。この送迎バスはウッスリゾートコンベンションより9時から30分間隔で出ています。車はコンベンション前が駐車場となっているので、そこに停めるのが一番近いです。スキーヤーの方はスティーブボートでブーツの履き替えができるので、完全に着替えて準備をする必要はないです。イゾラ山岳スティーブボートに到着です。カフェテリアの中で着替えて準備できましたので、早速滑っていきましょう。どうやら圧雪は入っていないようです。ホームページの積雪量を見ると45センチとなっていたので、圧雪をかけると土が出てしまい状況が悪くなるので、かけていないのかなと思います。結構タフなゲレンデ状況かなと思います。山頂に到着です。少し視界が悪いですが、雲がかかっているのは山頂付近だけなので、滑っていきたいと思います。まずはスティームボート A コースを滑っていきましょう。最初の落ち込みで土が出ています。ブッシュも出ているようなので、足を取られないように気をつけて滑りましょう。斜面状況ですが、前日の滑走跡やモービルの走行跡がそのまま固まって残っていて、そこにさらに斜面の起伏が出ているので非常に滑りにくいです。これはこれで練習になるのですが、快適に楽しく滑られるかと言われると全く楽しくないと言わざるを得ません。そしてハードパックなのでスピードも出やすいです。しかしこれはもう少し気温が上がれば変わってくると思います。この最後の落ち込みも土と物資が出ているので、触れる時は気をつけてください。滑った感想は、快適に滑られるようになるには、あと20センチぐらいは雪が降らないといけないと思います。今のルスの積雪65センチから考えると、ホームページ公表で80センチを超えると快適に滑られるのではないでしょうか。これでスティームボート A コースのレビューを終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。